皆さんこんにちは、藤田よしかずです。皆さん見ていただいたでしょうか。サスケのオンエアがありました。実は今はですね、昨日サスケの収録をしてきて今日撮影してるということなんですけど、どうでしたでしょうか。なかなか良かったんじゃない、佐藤。いやー、これは今ちょっとまだオンエアされてないし、どういうところが僕たちはね、まだ使われてるかはわからないしね。そうね、状況的には。そう、撮ってるのが挑戦した次の日やから、わからんけど、でも、この気持ちっていうのは多分、近い方がいいなっていうので、次の日に、撮ることにしました。ほやほやですね。ほやほやですね。いや、でも、よかったね。いや、よかったですね。まずは、ファーストステージ、クリアということで。ちょうど2年ぶりに、サスケに出させていただいたんですけど、前回大会はこう、反り立つ壁で、タイムアップしてしまって、悔しい思いだったんですけど、まあ、今回はその経験が生きて、少しこう緊張はしましたけど、こう安定しながらね、一つずつ いけたんじゃないかなっていう気はしてますね。いや、TBS の皆さんからも、いや、藤田君今年はいけるでしょみたいな、うん、すごい、なんか、ファーストステージはクリアがもう最低条件みたいな感じだったもんね。そうね。その期待はなかなか、あれやったね、嬉しいところもあったし、ちょっとこうプレッシャーな部分もあった。はいはい、今回ファーストステージクリアせんかったら、もう次のサスケないなって思いながらも頑張ってました。結果として 0.6 秒残し。そうね、結果として 0.6 秒残しだったね。見せたね。いや、見せたよ。ポン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 って飛び乗るやつね。うん。あれもなんなく。あれはもう全然大丈夫やったね。ね。で、一番最初の心配事は、ローリングヒル。はいはい、ぐるぐる回るやつあるやん。あそこにまず足させるかってところが結構鬼門で、ね、うん、結構あそこでザザザッと落ちる人が多くて、はいはい、テレビで見てる方はあんな簡単やろと思うんだけど、意外とむずくて、あそこ難なく行けて、まあ、ああよかったとか思いながら、次のこう鬼門の場所っていうのはフィッシュボーンですよ、はいはい、ぐるぐる回ってる。去年あそこで、去年じゃないか、2年前か、そうです、18秒使ってタイムアウトになってるんで、ここで今回は時間を使えないということで、こう横に並走してくださってた、一番最初にこうファーストステージをクリアした伊佐さんがこうタイミングを叫んでくださったりとか、僕もしっかり見ながら、今回はそんなにロスせんといけたんじゃない、そこは。今回それでいくと、セコンドの皆さんがね、心強い。それ、カンナちゃんの言い方やから。本当に心強かったです、ね。いや、心強かったよ。僕たちも結果はまだ知らないんですけど、どこまで行ったかね。そうね。今、ね、伊佐さんはセカンドステージを僕らはクリアしてるっていうのしか僕は知らないんですよ。確かに。こう、サード、ファイナルってどうなってるか知らないけど、ね。もしかしたら完全制覇してる。ワンチャンあるかもしれない、ね。いや、すごい。で、フィッシュモンを超えて。ドラゴングライダーですよね。なんやろ、ファーストステージは、多分苦手な人は一番ここが難しいって言うけど、はいはい、2年連続でいけたね。いけたね。2年連続か、2回連続か。順坂で行って、普通に。なんか得意なんかな、あれは。いや、なんか全然問題なかった。やっぱ、距離がやっぱ近いしさ、トランポリンで。そうね、結構身長があるから、はいはい、意外といけたね、今回も。ドラゴングライダーの後はもう落ちるシーンないしね。あとはもう時間との戦いです。そう。前回、これもちょっと裏話みたいなところだけど、やっぱこうラグビー選手がタックルはもう行ってくださいみたいな。見せ場です。結構見せ場ですみたいな感じで、思いっきり行ったよ、はい、前回、はい。だからもう、反り立つ壁で結構足パンパンになっちゃって、で、結構時間なかったんやけど、まあ、今回はもう5割も力も使わずゆっくり押せたんで、まあまあ良かったかなっていう感じ。どう？見てて早かった？それでもなかった？そんな早くなかったやろ？抑えてる感はあったね。うん、めっちゃ抑えたもん。はい、それが最後の時間に響いたのかなとはちょっと思った。ああ、そういうことね。そう。それだと壁ってあんま時間使ってなかったっけ、うんうんうん。そこでちょっと時間、もうちょっといけたかなと。でもまあ結果的に、ね、まあ体力もしっかり残せて。そう、足のことだけ意識したけど、はいはい、まあまあ結果的にね、で、それだと壁2本。まあ1本目は難なくクリアして、全然痛い。で、2本目のね、入る時ぐらいに、うーんっていうのが鳴り出したよ。で、俺も完全に頭に、うわ、これデジャブじゃねとか思ったよ。前回は結構上ばっかり見すぎてて、はいはいはい、上にこう到達しようとしすぎて、全然届かんくて、下からどんどん見ていくのがすごく大事らしくて、ずーっと下しか見らずに、バンって手掴んだら届いて、で、そっからこう行こうと思ったら、上がれへんかったよ。あれで俺、あ、これやーと思ったら、うん。行ったね。そう。でも俺の感覚的には、わーってなってるけど、はいはい、もう掴んだ瞬間には、クリアできたと思ったよ。意外とその、押した瞬間に、1秒も切ってたからさ、ちょっと一回シーンとしたよね。いや、シーンとしたというか、一回上がろうとした時に、うん、ダメやったんか、最初。うんうんうん、その時に、みんな、はーってなった、ね。
あ、そうだよ、ザーってなったけど、まだ時間があったっていう。ああ、確かに確かに。10秒って意外とあるよね、まだね。あれ5秒じゃない？あ、5秒か。5秒かな？ 10 秒かな。なってからもまあちょっとある、ね、そうそう、ちょっとある、ね、そう。でもあそこ焦らず、めちゃくちゃやっぱりボタンを押した感覚とかも気持ちよかったし、なんならやっぱりこのクリアした上から見るこの第一ステージってめっちゃ気持ちいいよ。やっぱテレビで見てるより何倍も気持ちいい。いや、クリアした人にしかわからない。そうやな、そうやな。しかも横にこう並走してくれたイサさんが下から鬼叫んでくれて俺より興奮してたんじゃないかぐらいの。俺もだいぶ疲れたからさ、興奮して くださってめっちゃ嬉しかったなっていう。僕もこれオンエア見てみないとわからないんですけど、うん、あの僕応援者代表としていたんですよ。あ、そうです、友人代表みたいな感じで。僕あの、あなたの出番の時にずっとカメラが目の前に僕を抜いてたんですよ。死ぬほど叫んだね。恥ずかしいもん、俺怖いもん、ちょっと。うわ、どこ使われるやろ、使ってもらえるやろって、ちょっとかな、恥ずかしいね。ちょっとなんかいろいろ喋ったね。なんかラグビー界代表としてどうとか、なんか俺なんて言ったかも忘れたけど。ちょっと興奮してた。興奮しとったね。なかなかね、ファーストステージめちゃくちゃ良かったよね。いやー、良かったね。店は作ったね。いやー、作りましたよ。セカンドステージに行く間ですけども。はいはいはい。まあなんか結構ね、やっぱ今回も豪華な出場者いましたよね。めちゃくちゃ豪華ですよ。なんなら、俺の一つ前が、糸井さん。糸井さん、元阪神。元阪神、今年引退された糸井さんやって、はい、応援団のがスーパースターすぎて、みたいな。いや、野球してる人からじゃたまらないでしょ。たまらんし、野球してなくても知ってるって感じよね。いや、もうその名前言っていいかわかんないですけど、うん、柳田選手とかね。福田選手とかいましたよ、ね、いやでもほんまにこうファーストステージクリアして帰ってきてさ、糸井さんがちょうど終わった後祝福してくださって、その野球選手たちの皆さんがなんかいやすごいねって言ってくださったのはすごく嬉しかったね。かなちゃんと伊佐さんも一緒に撮ってもらったんですけど、ね、かなちゃんね、多分ね、この写真見ると小人みたいな。確かに糸井さんと柳田さんはもうめっちゃくちゃでかかったね。でかいね。糸井さんと、柳田さんに、はい、いやラグビー選手でかいねって言われる。いや、誰が言ってんのと思ったけどね。いや、糸井さん、クソがつかね、柳田さんも多分、服がね、ね、あの、パーカーと長袖とかあれでしたけど、糸井さん多分タンクトップやったんですよ。クソが熱いね。いや、めっちゃ熱い。ラグビーボール持っとやろ。全然ラグビー選手に見えるけど。セカンドキャリアラグビーしてくださいよぐらい。いや、すごい。野球選手って、ポテンシャルやばいんやなって感じたね。めっちゃ優しかったよね。うん、めちゃくちゃいい人やった。そんな出会いもありね。向かいの楽屋がヒカキンさんやったね。ヒカキンさんと一緒っていう。そう。で、たまたま出たタイミングがたまたま一緒で、はいはい、ちょっとミーハー心がかなり出てしまって、まあまあすごく申し訳ないんやけど、うん、お時間よろしければ写真撮ってもらっていいですかって言ったら、もう心よくね、じゃあメガネに変えてきてください。そうそう、メガネに、サングラスっぽかったんをメガネに変えてきてくださってね、写真撮ってくださって。素敵な方でしたね。いや、本当ですよ。まああとやっぱり、まあなんといってもサスケなんで、サスケのレジェンド、オールスターズの方々には、本当に意外と覚えてもらってて、前回のあれで、はい、あのラグビーの子だよねみたいな、はい、ケアとか受けてても嬉しかったね、はい、ケアの時に長野さんがずっと一緒だったじゃないですか。そう、伝説の漁師、伝説の漁師長野さんにファーストステージとセカンドステージの間にこう体をマッサージしてもらってる時にたまたま一緒だってコツを教えてくれたよね、はい、最初のセカンドステージのあれをもうしがみついとけって言われてね、はい、でいろいろ教えてもらって、長野さんも一緒やなっていう感じだったよね、うん、僕ちょっと熱かったのがあなたが鬼絡みしてた人がいるじゃないですか。鬼絡みしたんかな、あれは。あれは鬼絡みや、めちゃくちゃ話しかけ言ってたよ。いや、まあ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 、ちょうどそのファーストステージとセカンドステージの間でセカンドステージのコース説明みたいのがあるんですよね、はい、でその時にたまたま僕の隣に座った人はケイン小杉さんだったんですよ。いや、そうです、そうです。あんまり皆さん僕知らなくて、はい、でケイン小杉さんも結構一人な感じだったんですよ、はい、確かに。初めましてみたいな、ラグビーの藤田ですみたいな話をしたらケインさんも心よくいろいろ話してくださって結構話盛り上がったよ。でケイン小杉さん、サスケのために7キロ落としてきてるから今回。いや、で体めちゃくちゃ仕上がっとったもん、ね、いや、ほんまに俳優業をされながらサスケのために7キロで食事もめちゃくちゃ制限してきたみたいな言ってて、やっぱりプロやなって思ったね。でファーストステージもクリアしてるやん。かっこよかったよ。いや、バリかっこよかった。いや、本当に。セカンドステージのご説明が終わったら写真も撮っていただいて、写真がこちらです。はい。
はい。まあ、ということで。まあまあ、めちゃくちゃいい人やったね。そうでしたよ。うん。で、あと、同じマネジメント事務所の朝倉環奈ちゃんと、ストリーツ海斗くんも一緒に出場して、まあ楽しかったね。で、ストリーツ海斗くんは、フェンシングの日本代表で、オリンピックにも出て、ね。オリンピックに出て、ね、めちゃくちゃ男前よね、皆さん。チェックしてみてください。カンナちゃんも2年前に一緒に出た時よりもちょっと進む。いやー、カンナちゃんだいぶ成長したよ。なんで上からやん。いや、でもほんまなんていうの、サスケってこうみんなでこうなんかやりましょうみたいな、あれや、頑張りましょうみたいな。カンナちゃんもめちゃくちゃ前進してね。ちゃんと水のうち。すごい良かったよね。次はセカンドステージの話に行きたいんですけど、はいはい、まあまずセカンドステージ楽屋がカンナちゃんとか近かったんで、行く前に朝倉カンナファミリーに激励していただくという、みんなね遅くまで残ってくれてセカンドステージですよ。いや、未知の世界でしたね。純粋にちょっと準備もわからないところがありましたね。まさかのって感じだったな。多分テレビ見てる人はなんやねんみたいな感じには結構なってると思うよ。まあね、いやいや、そこみたいな感じだったけど、これだけ言わせてください、全然回らなかったっす。なんか一応こうガーッと回っていくシステムにはなってるんですけど、なんだろうな、全然俺の時回らんくて。いや、多分ね、ファーストステージでクリアした中で一番最重量だったんですよね。あ、それはある。90キロ超えっていうのが多分いなくて、まあ、なかなかお手本がないというか、そういうこと。あんま想定できなかったっすよね。そうね、あそこで回らんっていうのは想定俺の中でしてへんかったね。登っていくやつとかで結構苦戦するんじゃないかっていう予想をしてたんですけど、あそこで止まるっていうのは全く予想してへんかったな。なんか一個一個のセカンドステージも多分全然いけるじゃないですか。多分いけそうな感じがありましたね。制限時間と、まああとこのスパイダーなんちゃらの降りるところがちょっとまあ体が大きいんで、うん、そこが心配だねって言ってたら、全然あの予期せぬところでアクシデントを。そうね、そうね。とりあえず一回止まったのよ。動かさなあかんと思って、めちゃか体ひねってやったけど、あ、無理やと思って、もう足外して、こう、なんていうの、指だけでこう行ってやろうかなと思ったよ。はいはい、でも、やっぱなかなか厳しかったね。あ、でも結構動きかけたけどね。ちょっと動いてたよ。あれさ、どっちかというと逆に回りよったよね。そう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 、逆に回ったよ。いや、でもね、あれみんな、会場のみんなね、感動したよ。意外と、この、これだけで言ってたのが、盛り上がってたよね。会場の人たちの想像を超えてきたけん、ちょっとみんな感動しとったよ。いや、なんか、このまま捕まってても、こう何回か揺らしたけど、まあね、全然回らんくて、まあね、もうちょいで回るかな、みたいなとこもあってんけど、はいはい、あ、これ無理やと思って、もう手で動かそうとして、こう行こうとしたんよ。はいはい、背中こうグッと入れて、回らんかったね。ちょっと回ったんやけど、まあ、腕が無理やったよ。いや、まあそれはそうです、ね。うん、まあ、2年ぶりのサスケチャレンジで初めて水に落ちるというサスケらしい終わり方でしたね。いや、でもファーストステージクリアしたのもラグビー界ではいないんじゃないですかね。多分あと体重の重さ的にもなかなかここまではおらんのではないかなっていう。まあ、いや、そうですよ。これってやっぱサスケなんかなと思うけど、悔しいね。いや、悔しいっす。めちゃくちゃ悔しい。いけるって思っただけに、もうちょっとやっぱセカンドステージ堪能したかったなっていうのはあるね。水泳とか見たかったな。いやー、悔しかったな。あそこでまさかはトラブルとは思わんかったから。まあまあ、でもいい経験やったし、まあサスケのスタッフであったりとか、たくさんの方が動いてくださってサスケっていう番組を成り立ってるんだなと思ったし、まずこう出れたことに感謝ですね。サスケの関係者の皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。セカンドステージ悔しかったんで、まあ、もし来年ね、チャレンジさせていただけるなら、もうちょっと先に行きたいよね。目標としては。セカンドステージクリアでとか、はいはい、やっぱセカンドステージのとこ、醍醐味みたいなところまで行きたいなっていうのはあるから、92キロぐらいあってもできるんだぞみたいなところを、やっぱもう一回チャレンジしたいなっていうのはあるから、またじゃあ来年のサスケに皆さん期待していてください。僕も、頑張りたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではさよなら。